アノマロカリスカは、ラディオドンタ類を大きく分けた、分類群の一つ。カンブリア紀に生息した、アノマロカリスなどが分類され、長い触手様の全部付属子を持つ種類が含まれる。アノマロカリスカは、ラディオドンタ類における四つのトガの一つであり、その中でも本家は、唯一に21世紀以前で創設されたものである。学名、ナミラコリデデイは、 本家の模式族であるアノマロカリスにちなんで名付けられた。なお、創設当初から1970年代にかけて、ラディオドンタルの全貌と多様性は未解明で、本家もその頃ではまだ甲殻類とご解釈されるアノマロカリスのみを含んでいた。本家の模式族であるアノマロカリスは1980年代で、ラディオドンタルであると判明したが、当時唯一に知られる。 ラディオドンタルであるアノマロカリスは、か所属不明とされ、本家は、その分類体系に採用されなかった。1990年代では、ラディオドンタルが創設され、本科もその回分類群として、再び採用されるようになったが、2010年代前期まででは、ラディオドンタルののべての構成種は本科のみに含まれた。そのため、2010年代後期まででは、ラディオドンタル全般は一般に、 アノマロカリス類と総称された。しかし、ラディオドンタ類の構成種が、ィンサーへ通る2014で本家含めて4つのトガを元に再分類された以降では、本家は一部のラディオドンタ類のみを含めるようになった。例えば、ウエトール 2021R では、本家の構成種として認められるのは、アノマロカリスとレニシカリスの種類のみである。これにより、 ラディオドンタルイ全般を指す総称も徐々にこの分類体系に反映したラジオドンタンやレイディオドントに変更されるようになり前述の本家由来の総称ノマローコリディドはラディオドンタルイ全般ではなく代わりに本家の種類のみを指すのに競技化されつつある。なお、この分類体系の中で本家は系統学のみに基づいた定義のみ与えられ2021年現在では未だに 他のラディオドンタ類のトガから区別させるほど形態学に基づいた有効の最低限がなされていない。突起しない限り本項目はウェトール 2021R によるアノマロカリスとレニシカリスのみを含んだアノマロカリス化について記述する。レニシカリスの全部付属しアノマロカリス化のラディオドンタ。 類の全部付属子は十数節の施設に分かれ、全体的に長い触手様の形を持つ。つかぶ以降の各施設は、能動的で、配足一体の関節球と覆面の三角形の石管膜を介して連結される。少なくとも、つかぶと先端以外の施設は、それぞれの腹側に一体のうち突起があり、先端ほど短くなりながら、長短を繰り返している。 例外もあるが、内特起の長さは原則として外頭施設の高さより短いか同じ程度。内特起の打ちつかぶ直後の方が往々にして最も発達であるが、アンプレクトベルアカの種類ほど強大に特化した形ではない。内特起は種類によって前後の円にそれぞれ1本以上の分岐を持つ、もしくは単純の棘状で分岐を描く。 アノマルカリスの効果は全部付属死以外の構造は、アノマルカリスのみによって知られ、中でも全身が判明したのは2種のみである。流線型の体をしており、小さな頭部にある3枚の甲側はいずれも、大型で目立たない。口の歯は、他のラディオドンタ類に例が見られない、不規則な三放射状で、32枚を超多、総数不定の歯のうち、前方の1枚と両後方の2枚が、 最も大きく、小さな開口近くの表面には、鱗状の隆起、外縁には、溝が密生している。十数節の同節のうち、首のように短縮した全三節は、対価的なヒレのみを持つ。それ以降十一から十三節は、角動節の横幅と同じほど発達したヒレを持ち、ダイヤモンド型の輪郭を描くように三から四番目から、後方ほど幅狭くなる。 エラのような構造体は、角度節の配側で左右に分かれて配置される。ビブは、他のラディオドンタ類よりも発達した、2から3体の尾ひれでできた汚染を持つ。ビブは、汚染の他にも、1本の短く平たい突起もしくは1、体の長い微毛を持つ例もある。本家の流線型の体、小さな頭部と甲側、葉の隆起と外縁の溝、 全部付属詞の能動的な施設と長短を繰り返した内特起は、ラディオドンタルイの中で、アンプレクトベルアカの種類に共通した特徴である。カナダスピスを捕食するアノマロカリスの復元模型、アンプレクトベルアカの種類と同様、アノマロカリス科のラディオドンタルイは流線型の体、発達したヒレ、頑丈な内特起を持つ全部付属詞により、フルディアカの種類より活動的で、 名毛な遊泳性捕食者であったと考えられる。能動的な全部付属子を下向きに湾曲し、活動的な獲ものを巻きつけるように捕獲していたとされ、小さな甲側は、その可動域を制限せずに、防御の役割を果たしていたと考えられる。また、本家のアノマロカリスに見られる、不規則で小さな開口部を持つ葉は、全中状の柔らかい小動物を吸い込むのに向いたと、される。 発達した汚染は、遊泳中の横安定性を維持することや急速な方向変更に用いられたと考えられる。バージェス結ンから発見された、アノマロオコリスカナデンシスの化石標本、ラディオドンタルイの中で、アノマロカリスカの化石標本は中国南部、北アメリカとオーストラリアから発見され、次の通りに列挙される。本家としての本質が不確実の記録は、で示す。 ラディオドンタルイの中で、アノマロカリスカは一般にアンプレクトベルアカの禁煙とされ、フルディアカやタミシオカリスカとは別の単形頭群を構成すると考えられる。本家とアンプレクトベルアカは、流線型の体、小さな頭部と甲芽は、捕食性に適した能動的な全部付属し、内突起の長短繰り返し構造などの多くの共通点を持つが、 そのほとんどが単にラディオドンタ類の祖先形質である可能性が高い。なお、アノマロカリス化のアンプレクトベルアカに対する単系統性は不確実で、その単系統性を支持する研究は、リューエトール2018による一部の系統解析結果のみである。これは主に本科のアノマロカリスの雑多な内部構成が原因で、2020年代までの本属は、 その模式種であるアノマローコリスカナデンシスより、投園の可能性がある種を多く含んでいた。これにより、これらの種も、細分類がなされつつあり、例えばアノマローコリスペンスルベイニカは、レニシュカリス、アノマローコリスサロンと、アノマローコリスマグナブシスは、ホーカリスとして区別された。ウエトール 2021R によると、正式の命名がなされた、ラディオドンタルイの中で、 アノマロカリス化に含めるのは次の二族三種のみである。なお、未命名種まで範囲を広げると、アノマロカリスは最多十種ほど多くの未命名の化石標本が含まれる。また、トガの所属が不確実のパラノマロカリスや文献によって、アンプレクトベルアカもしくはタミシオカリス化に分類される、常日のホーカリスの種類を本家に分類する見解もある。ありがとうございます。